里崎チャンネル。じゃあこんにちは。さあ今日は、はい、ドラフト通信簿広島カップ、はい、はい、やっていきます。はい、広島、佐藤さん予想、はい、ぴったりでしたよ。当たってました。はい、なんですか。あの上位3人は絶対投手に行けと言ってたんですよ、うん、即戦力も投手集め、4位以降でまあいい人がいたら内野手取った方がいいんじゃないかって言ったんですよ。言ってました。言ってました。あれもうなんかえ超ぴったりじゃんっていう感じでした。当たってますね。はい、しかも1位は、はい、広島、うん、独自戦略のもと、はい、かぶらない戦略で、うん、栗林投手、はい、トヨタ自動車ドラゴンズのね、この選手、はい、取った方がいいんじゃないのかドラフトで、はい、1位高橋、2位栗林 で, でじゃあいいんじゃないのかって、はい、コメント欄にドーって、はい、栗林は2位には残ってませんその通りでした。そうなのそうなのみたいな、はい、そうなのそう、あ、そんな評価高かったっけ、はい、みたいな感じで、はい、蓋開けてみたら、うん、残ってなかったっすね。そうですね1位でいやでもやっぱ広島一本釣りでいきましたね。そうですね。だから今回ね、うん、ピッチャー5人、内野手1人というところで、はい、まあ、佐々木監督ね、1位の栗林は全てにおいて素晴らしい投手と思うと、はい、まっすぐの強さ、変化球、コントロールもいいと、昨年は森下を取ったが同等の活躍をしてくれると思うというところで、まあ、昨年もね、森下選手を一本釣りで取って、はい、多分もう新人王確定ちゃうかっていうぐらいのね、ちょっと昨日の戸郷がね、打たれて負けちゃったんで、うん、いいピッチングで、昨年はね、投手3人、捕手1人、うん、内野1人、外野手1人というところ の,、うん、獲得でしたけども、はい、もう今年はやっぱり、だって今年のカープの、うん、やっぱりそのチームの問題点は、打線じゃないよ、投手だよっていうところでね、はい、昨日、栗がね、はい、1年間、本当にローテーションを守って、うん、投げてて、昨日も素晴らしいピッチングでね、ヒーローインタビューで、うん、勝ち頭が新人の森下なんで、うん、負けないように頑張りますみたいなこと、はい、言っててね、っていうところもあって、それぐらいピッチャーに苦労してるってね、はい、まあ、広島がね、今日現在、チーム防御率が 4.26 と、ヤクルトに次いで悪い成績なんですよね、うん、チーム打率は2割6分1厘で、DeNA に続いて2位っていうところなんで、はい、失点も500点以上してますし、うんうん、でまあ、中継ぎ陣はちょっと崩壊で、まあ、個人投手もね、なかなかうまく活用できなかったっていうところで、やっぱり投手陣、はい、なんとかしたいっていうところで、絶対取りたいと、はい、栗林選手、うん、抑えかな。抑えですか。ひょっとしたら、うん、ひょっとしたら守護神になるかもわかんないですね、はい、っていうところで取れたっていうのは非常に大きかったですね。だからドラフト1位、はい、栗林良一選手、トヨタ自動車から、うん、完成度の高い即戦力、最速153キロっていうところでね、まあこの一本釣りはねやっぱ大きかったし、足りないところを埋めるというところでは最高だったんじゃないのかなと、はい、で2位が、森浦大輔投手、天理大学から、はい、1年春に大学選手権で16奪三振完投、左肘を柔らかく使い、出どころが見にくい、打者を球速以上のスピードでが感じるっていうところで、まあ、左の先発候補ですね。関西ナンバーワン左腕って書いてますね。ね、はい、そういったところでも、この右左のね、うん、その即戦力投手っていうところを取れたっていうところも良かったと思うし、はい、で3位はね、八戸学院大学から、はい、大道春樹投手、うん、今週には7回参考ながらノーヒットノーラン達成。富士大戦では最速150キロの直球軸に18奪三振、甘いマスクも魅力。おお、そうなんだ、はい、ちょっとこの写真、ああ確かに右段右打ち、ね、で4位で小林達人投手、はい、智弁和歌山から最速152キロの切れある直球で三振を奪う、ね、ここで高校生取って、はい、で5位が、四国アイランドリーグから、19歳、うん、並木俊投手ね、はい、今年急激な成長を見せてドラフト戦線へ躍り出た右腕、最速149キロ、うん、だからまあ これはもう成長過程ですよね、はい、で6位が内野手で、亜細亜大学から、内野手、50メートル5秒台の俊足と、鉄砲型が武器のショートと、うん、っていうところで、はい、いやもう予想はバッチリでしたね。そうですね、上位で完全に即戦力投手を取って、でいけたら内野を取るっていう、はい、だから僕は、はい、広島がセ・リーグでは、うん、一番いいドラフトだったんじゃないか。あ、そうですか。好みとしては、はい、まあ、うん、予想が当たってるっていうのもあるんですけど、はい、ぴったりでした、ね、でもまあ分かりやすいですね。やっぱりピッチャーなんとかしないといけないっていうところでね、はい、ピッチャーをしっかり取ったっていうところもありますし、はい、まあ、内野手もねやっぱ補強しておきたいっていうところで、最後にねこの亜細亜大の矢野君がね、多分残ってたっていうところでね指名したと思うし、はい、もし残ってなかったら指名してなかったと思うんですよ、うん、で育成ではね1人、たまたあれ一人
二俣翔一ポスト聞いたことあるな。そうですよね。岩田東、はい、静岡、はい、あれ聞いたことあるな、これ。もうあれ覚えてますか、言ってますか、私のおすすめ選手言ってましたね言ってました。いやでも広島の動画では確か言ってなかったんですけど、うん、どっかの動画で、うん、私のおすすめの高卒キャッチャーって言ってたんで。静岡かかりましたね。はい、かかりました。どうだったですか。いやでも出て、おお二股くんだと思いましたもん、ね、入ってよかったっていうところでね、はい、まあ、どこまで頑張れるかって、まあ、ここはね、うん、小林、並木、この二股選手はね、はい、まあ、成長をしっかりさせてね、はい、頑張ってもらいたいっていうところと、これから育てていこうという、はい、まあ、この矢野選手なんかはね、ショート、はい、小園とかとね、うん、まあ、競争しながらっていうところでね、いいチーム内ライバルができてね、はい、いいんじゃないのかなっていうところで、うん、まあ、上位もね、右左でだから、まあ、どこ、ここがね、うん、うまく機能して改善していければ、はい、来年速攻性を持ってカープがね、うん、A クラス入り、はい、もしくは優勝を狙うっていうところではね、うん、逆にですよ、はい、ここが稼働しなかったら、うん、B クラスの危険性もあるんですよ、うん、っていうぐらいドラフト頼みのチーム編成はあるんですよね、はい、今のカープには、はい、確かにこう見ると栗林投手も森浦投手も1年目からもローテの軸を担えるって書いてあるんですよ。そうそうそう、だからもう2人とも来年はだからローテに入っててほしい投手ってことなんですよね。だからまだ動画には出してないですけど、はい、去年の日本ハンバージョンつって、うん、まあ、投手陣が薄いと、はいはい、うん、で去年ね日本ハンも上からドラフト5位までに4人ダイソー社会人のピッチャーを取って、はい、即戦力を取って、ね、行きましたと、うん、蓋を開けてみたら活躍できなくて、はい、結局今現状5位に沈んでると。だカープも去年の日本ハムバージョンですよ、はい、だここのこのだからもう上位のこう栗林、森浦、大道選手がマストで、はい、この3人の中から最低2人以上は1軍で1年間戦力として稼働しなかった場合は、うん、ちょっとカープは来年も A クラス争いが中心で厳しい戦いになるのかなっていうところのドラフト頼みっていうところもあるんですよ、はい、でもここがハマったら一気にっていうところもあるんで、うん、僕はこれぐらい佐々岡監督も来年2年目だし、はい、やっぱ結果を求められるようにね周りからもなってくるしっていうところでは速攻性を持った上位3人はいいドラフトだったし、うん、下位の選手たちは未来に向けても投資ができてるんで、その上と下でドラフトでしっかり分かれて戦略を持って短期的、中期的、長期的ビジョンの下で指名できたドラフトだったんじゃないのかなと思って、僕はカープはまあ一番良かったかなというか、まあ好みかなっていうね、はい、っていうところはありますけども、はい、だから見物ですね、これを見て。そうですね、来年行ったらこれもうキャンプから頼むよっていうカープファン、頼むよジョイさんに、はい、どんどん行かなきゃっていう ね, ねところもあるし、即戦力をこうやって取ってくれてるともう来年すぐ見甲斐があるんですよね。そう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 、うん、だから多分古林選手は抑え候補だと思うんですよ、はい、僕は、はい、で新聞にはローテの軸って書いてますけどね、はい、抑えの可能性があると。で森浦大道選手が、はい、まあ、先発ローテにチャレンジっていうところですね。はい、まあ、今年の森下投手みたいになってくるとね、まあ、可能性はね、うん、ありますけども、まあ、どういう戦略ね、これはまあ僕が勝手に言ってるだけですけども、はい、まあ、でも本当に見応えあるドラフトだったなと思いますし、はい、来季ね、うん、カープが上昇できるのかどうか、はい、このドラフト、うん、新しい選手たちにかかってると思うんでね、はい、ぜひカープファンの皆さんはね、はい、楽しみにして見ていってもらいたいですね、はい、楽しみです、はいはい。